よろしくお願いします。ためがい純と八塚舞のトラバース、イエーイ。皆さんこんにちは。こんにちは。桜の季節ですね。はい。ねえ、なんか今日は風がボーボーでね。そうなんですよ。うん、ボーボーっていう風って、ビュービュー、あ、ボー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 おかしいのかな。ビュービューですね。うん、なんでなんかちょうど今こう桜がこう散って綺麗な桜吹雪がなってますよね。もうでもね、綺麗だけど散っちゃうの早いよね。あっという間ですよね。やっと咲いたのに、桜楽しみにしてる方も大勢見ますし、なんで桜ってあんなにねこう惹かれるのかね。やっぱり待っちゃうもん。待っちゃいます。ちょっとつぼみになってきたとか、うち近くにね大きい桜の木あるんですよ。でもちょっと車のね、駐車場行く途中でね、桜見るんですけどね、あ、つぼみになってきたとかね、楽しみにして、で、やっと、うわ、満開になってきたなと思ったら、ダーッと散っちゃう。寂しい。けど、それが桜の良さですかね。まあ、じゃあほら、あの、撮影会。そうなんですよ。あの、その前日です。結構雨が降っていて、雨風が強くて、大丈夫かなと思ったんですけれど、もうその当日、もうすごい満開、満開っていうか、晴れていて、で、しかも、ちゃんと桜も咲いていて、もうよかったと思って。その写真今日は公開はなしで、また、じゃあさ、ちょっと散った頃、来週とかぐらいに、まあ、皆さんが桜恋しくなった頃に、見せていただきますかね。はい、そうですね。はい、お楽しみに。はい。そして師範、実はですね、私、スタッフさんしか知らないことがあるんですけど、今日なんか意味深な。何発表してもよろしいでしょうかね。発表がある？重大発表？重大発表があります。何？はい。あの、今までこの撮影会とかで、私、こう、いつも私服でやっていたんですね。でも、私、なんと、脱ぎます。脱ぎます。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。マジですか？マジです。そしてですね、写真集出します。俺手叩いていいのかね。ちょっと待ってよ。もう頑張りました。この日のためにもう本当にその写真集に向けて、もう体もメンテナンスして、はい、頑張りました。おい、嘘に決まってんだろ。かかった。今日何日でしょうね。エイプリルフールですね。もうこれはね、一つかましていただきましたね。でこれね、皆さんね、驚いたでしょう。本当だとファンの人なんかこれね、今ね、もう上げられて下げられてるからね。でも脳腫引いてたらどうしよう。もういやいや、今からもうね。何ってきっと、この撮影会に来られた方とかきっと、はい、もう思いっきりアゲアゲになって、いつ発売、いつ発売とかっていうことで、多分問い合わせをしようと電話に手をかけた時に嘘に決まってんだろうって、ダーンと落とされて、もうがっかりみたいなね。もうそういうね、邪心はね、ダメですよ、皆さん。で、舞ちゃんの、このね、こういう、もう、そういうこと、素敵な、この、このままの舞ちゃんをみんな楽しんでいただかなきゃいけないということで、この実はこの、エプリルフールネタはね、もうなんと、出どころはプロデューサーの小倉先生だっていうね。もう、なんか、そうそう、バラすなきゃダメですよね。なんか、お前らみたいな、我々だけが悪人になってはいけないのでね。これ皆さん、あの、プロデューサー、小倉先生に苦情の電話は、プリマ TV までお願いします。ということで、すいません。なんて、いや、よかったですね。はい。今日は、映画、おすすめ映画スペシャルの回です。はい。もう、これも皆さん、映画スペシャル楽しんでいただいていますでしょうか。あの、メッセージとかもね、ちょくちょくね、あの、個人的にも映画スペシャル面白いよとかっていうふうにいただいてるんですけど、皆さんやっぱり思い入れのある映画とかね、きっとあられると思いますしね。はい。またどしどしね、あの、お寄せいただいて、こちらでもご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひご参加型の映画スペシャルにまたしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、終わるわけじゃないです。これから始まりますね。まずは、今日、第一発目、ためがい純のおすすめ映画をご紹介させていただきます。謝罪の王様。これもう土下座ですよ、これ。すごい土下座ですね。本当ですよね。うんうんうん、これね、こう、申し訳ございませんっていう感じでしょ。地面が割れてるというね。
はい、謝罪のなんて言っても王様ですからね、はい、なんかこれ見ただけでねまあその 何なのかっていうことがちょっと想像がつきやすいですけど、うんうん、それがねまたねこれ今からご紹介していきますね、はい、これ2013年日本映画です、うん、監督は水田信夫さんという方、主演は安倍貞夫さんです。有名なね、はい、安倍貞夫さんですね、うん、もうこれだけで面白いと思いますけど、うんうんうん、これ最初のキャッチフレーズはね、土下座越え、土下座越えです。土下座こういった土下座、土下座を越えた、うんうん、土下座の向こう側、向こう側、はい、土下座の彼方この3つがねなんだそれっていうことでしょうけど、もうこれだけで面白いですね皆さんね、うん、主人公は東京謝罪センターというねなんかブラック企業な感じがしますね。東京謝罪センターという個人事務所の所長、うん、黒島という男の人です、うん、ね、キャッチフレーズは普通ね、うん、謝って済むなら警察はいられねえんだよって言うじゃないですか。あ、言いますね、謝って済むから警察はいりませんというキャッチフレーズが、謝って済むから警察はいりませんっていうね、東京謝罪センターのこのキャッチフレーズ、はい、もうこれだけでも面白い、どんどんね、はい、いろんなケースが出てきます。謝罪センターが請け負っている謝罪のパターンですね。ケース1、怖い人たちの車に傷をつけてしまったらどうしますか。まあそれはね、謝罪金400万を吹っかけられた女の子が、はい、まあ、駆け込みます、はい、謝罪センターに、うんうん、ね、さあ相談を受けた黒島所長、あらゆる手を使ってその、まあ、そこの、まあ、怖い人たちの事務所にね、うん、日産して、はい、もう誰よりも早く来て掃除洗濯、お、はい、うん、首長の肩もみ、はい、あ、首長とか言っちゃった、はい、ご機嫌取り、タバコの、まあ、皆さんたちのタバコの火付け、はい、うん、池の掃除、はい、そしてカラオケの付き合いね、はい、そういう風にしてもう相手の心の黒島はいいやつだなみたいになるじゃないですか、はい、ね、で、まあ、400万が10分の1の40万に手打ちというケース1、すごくないですか。すごいです、はい、これね、はい、ケース2、そうそうそう、ケース2、セクハラで女性に訴訟を起こされた男、もうとにかく空気を読めなくて、うん、もうなんていうかな、人を怒らせる天才みたいな人、うん、その人のケースもまああります、うんうんうん、まあ、これは見ていただくとね、うん、ケース3、有名男優と女優さんの息子さんが傷害事件を起こしてしまう、うん、わあ、わあ、いいですね。そう、何します、そしたら親としては、あの、会見開いて謝罪会見で、ございませんでしたって、そうです、謝罪、はい、謝、東京謝罪センターの出番ですよね、はい、あ謝罪ですからね、またその男優さんと女優さんは離婚されていて、もうトンパチなんですよ二人とも、もう謝罪をするって言ったってもう演技かかっちゃって、もう皆さんもうしてダメだな、それはダメですみたいなことでね、まあ、あの傷害事件に関しては、とか謝るに関してはお辞儀の角度が決まっているとかマニュアルがあるんです。決まってますよね。あ、もしや知ってるの。なんか知ってます。60度ぐらいはどんなぐらい。え、そこまでわかんない、なんかでもあるんですよね、高く下げる場合とちょこっと下げる場合と、なんかあり、うん、あるんですよね。あるんですよね。で、うん、だからね、60度、90度、100度、100度って言っても90度以上以下ですよね、うん。はい。傷害事件の場合は100度で20秒らしいんです。あ、そうなんです。はい。だからいろいろやっても、とにかく20秒は頭を上げないとかね。うんうん、そういうことを指導されながら謝るようなシーンがあってですね。まあこれらがね、複雑にいろいろ絡んでいくんですけど、さあ、ケース4というのもありまして、娘さんが小さい頃にね、うん、あまりにも悪ふざけをするので、これ後で意味を持ってくるんですけど、あまりにも悪ふざけをするので、たった一度だけ手を挙げてしまった父親が娘に謝罪をしたいんだというケースがあります。はい。そして、ある映画の、これケース5です。ある映画のロケをやっていました。あ、映画のロケ、映画だし、映画のロケ、もう自分も映画のロケはもうね、よく、あ、そう、ある、まあ、エキストラの方もね、その場所でお願いする場合があるんですね。で、その場所でね、エキストラのね、お願いした方がなんとね、あるアジアの小さい国の王子様だったんですよ。あら、うん、で、映り込んじゃって、はい、扱いも、ほら、お前ちゃんとやれよとかってやったんで、はい、えらいトラブルになっちゃって、国家間の。小さい国ですけどね、アジアの、うん、まあそれはね、国家を巻き込んで大トラブルになるんですけど、黒島というこの所長にまたその依頼が来る、
きますよね。東京謝罪センター行かないといけない、はいはい、どんだけでかい仕事なんだと思いますけど、うん、関係者とともに、政府の関係者とともに、はい、さあ土下座をしました、うんうんうん、その国王のところに行って、うん、どうなったと思います？どうなったか、土下座しました。土下座したんですけれど、うん、なんかその後パーンってこう、あ、殴られたりね、はい、そんなんで許せるかみたいなね、はい、実はね、その国ではこんな設定面白いんですけどね、うん、その国では土下座というのは最大の侮辱のポーズだったんです。はい、はい、お前なんぞ地べたに頭をこすりつけるような存在なんだと取られるらしい。じゃあもう最悪じゃないですか。最悪、もうもっと怒って、帰れ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 みたいな大トラブルになってしまって、うん、さあめちゃくちゃになりました、うん、はい、なりました。はい、それでパッと所長黒島の場合というかね、どうして彼はこの東京謝罪センターの所長に就任したのかという話になってくるんですね。はい、子供の頃にある大きい落ち度をしてしまった黒島さん、子供の頃にある落ち度をしてね、すごいんで、それをしてしまった黒島さん、思わず土下座をしました、うん、そしたら背中に集まるみんなの視線が、うん、俺主役じゃんって快感を覚えてしまったらしいんですね。どんな快感なんですかね。そして心の中でこういう言葉が浮かびました。うん、謝るとき人は皆主人公っていう風に。それ以来、はい、とにかく背中に集中する、土下座のした時の背中に集中するその視線の快感を追い求めて、うん、謝ることに遭遇しやすい仕事を転々とします。そして、はい、東京謝罪センターを立ち上げるきっかけは、うん、実は素直にね、ここはちょっとほろっとするんだけど、素直に謝れば済むのに、うん、変なプライドがあったりとか、うん、素直にごめんなさいが言えないためにこじれた関係がたくさんあることに気がついて、謝罪を共にすることで世の中を幸せにしたいと。うーん、深いでしょ。深い。そういうことで一生悔やむのは良くないと、はい、もう一緒に謝ってやるから、もちろん金は取るんですよ。ね、で土下座の向こう側っていうのはね、やっぱりそういうふうにこう自分も快感なんでしょうけど、それは面白いところですけど、でもやっぱりそこのオチはね、変なプライドが本当に良くなかったことでしょ、ごめんなさい、ちゃんと言えれば解決するのに、それがこじれてね、それが元で人間関係が最後までダメになるとか、そういうことを解決したいと。っていうとなと思ったのが、その本人同士だとどうしても言い合いになっちゃうから、うん、はい、その真ん中にこう誰かがいることによって、なんて言うんでしょう、こうお互い解決できるのかなって思って、それが東京謝罪センター所長の役目でございますと。おじがつきます。その通りですね。本当にさすが。そして最後に、今ケースをいくつか言っていましたね、最後にこの全てのケースをつなげる感動的なドラマのエンディングが待ってます。これは言わない方がいいですね。だから見ていただかないと、ね、ね、言っちゃったら面白くない。そのキーワードを一つだけ最後に言わせてください、うん、いいですか、はい、最後このキーワードです。脇毛ボーボー自由の女神です。なんで分かんないの。分かんないです、分かんないです、分かんないですよ。分かんない。ずーっと本編にこれが出てくるんです。なんで脇毛ボーボー自由の女神。さてこれが重要な重要なキーワードになってるんですね。もう一回言いますよ。脇毛ボーボー自由。ふざけてるようですけど、これがもう全ての謝罪、土下座の向こう側になるんですね。土下座の彼方に行くんです、これが。はい。皆さん、理解ができた。見たくなってきたでしょう。ということで、ごめんなさいが大事なんだっていうことをしみじみと感じさせていただける一本。皆さん、謝罪の王様、うん、ぜひ見てみてください。ごめんなさい。今日嘘ついてごめんなさい。ごめんなさい。ということで、映画といえば映画トラバース、このね、春からまたね、ちょっとずつ活発になってきているんですね。YouTube でもね、皆さんにちょっとご紹介している情報もありますけど、はい、そのトラバースの CM VTR ご覧いただきたいと思います。それでは VTR、スタート。誰がアキを殺したんだ。
アキさんが自殺するような人には思えないんだよ。自殺に見せかけて殺されたの。自分の命を守るよりもあなたたちを守ることを選んだ。何するんですか。しっかりしろ。いやー、うわっ、うわっ、うわっ、光もあれば闇もある。良いことも辛いことも。行ってくる。大切な人を守りたいから。俺が殺した。ごめん、ブータン上位詳しい。自分を超える。映画を超えた怒涛のリアルアクション。トラバース。はい、映画トラバースもぜひ皆さんこの春ね、またこれからも応援よろしくお願いします、はい、ということで後半今日も楽しみなまいちゃんのおすすめ映画よろしくお願いします。はい、じゃあ私のおすすめ映画はこちらです。じゃん、ビリギャルです。あ、これ聞いたことあります。聞いたことありますけど見てないですけど、はい、聞いたことあります。さあ、はい、楽しみだ。こちらあらすじはですね、さやかは高校2年生、中学入学以来全く勉強しなかったので、ついに成績は学年ビリ。いくらなんでもこのままではまずいと思ったのか、そんな女の子が学習塾にやってきた。でもその姿は金髪へそ出しギャルメイク。対応した塾講師の坪田もびっくりの、彼女の知識は小4レベル。聖徳太子を聖徳タコと読み、東大南北もわからない。それでも夢は大きく、第一志望は超難関の慶応技術大学。ノリで二人三脚の受験勉強が始まった。夜も寝ないで頑張るさやかだが、偏差値70の慶応は甘くない。周囲からは罵られ、成績は伸びず、友達と遊べない。それでも支えてくれる人たちのため、さやかは慶応技術大学合格に向けて走り続けるというですね、この大学受験に合格するためのこの道のりを、はい、描いている映画となっています。もうこの時期にぴったりですね、はい、入学のね、うん、そうですね。これもしかして実話。実話です。いや実話なんだ、はい、やっぱりそんな感じだったもんね。はい、もうそうなんですよ。で聖徳タコが受けたよ。聖徳じゃないよ、なんか聖徳タコか。なんかこの人女の人で太ってるんでしょみたいな、だから、うん、聖徳タコって言われてんでしょみたいな。太い子って。太い子って。すごいな。すごい、もうそこからか慶応に入るの。天才的なもん。でもそれはだけどやっぱり映画物語として映画化になるよね、この実況なら。なりますよね。聖徳タコからだもんね。慶応技術まで行って。はいはいはい。でですね、この、はいはい、女の子はですね、小学生の頃はこう周囲からあんまり馴染めずに友達ができなかったんですね、うん、でその母親と二人でこう歩いていたら、そのとある中学校の制服を見て、うん、この主人公さやかちゃんはもうすごい目がキラキラしていて、うん、その姿を見てお母さんは、うん、じゃあそこの私立のところに行ってみようかみたいな話になって、うん、でまあそこの私立の中学校はこう中高一貫のところだったので、うん、まあ、あの好きなことをして6年間楽しめばいいよと言われて、うん、こう全く勉強せずにこう学年でビリになってしまったんですね。はい、でまあ、あとはその中でこうお友達もたくさんできて、うん、まあ、そこでもうワイワイしてもすごい楽しい日々を、まあ、過ごしていたんですね。で、まあ、高校2年生のある日、こう、先生から急にこう、カバンを開く、見せろみたいな感じで。はい、はい、はい。で、そこでもタバコが見つかってしまったんですよ。ダメじゃないですか。アウチ。アウト。で、そこで、まあ、停学処分になるんですね。あ、うん、うん。
また遠くなっちゃった。遠くなっちゃった。で、なんかその、まあ、心配した母親はその塾に通わせようっていうことになって、まあ通い出したんですね。うん、でその時にまあギャルメイクでへそ出しの、はい、金髪の、はい、姿で、はい、いたんですね。うん、はい。でまあその、その出会った先生っていうのは坪田先生っていう方で、うんうん、はい、まあその方はその大きな目標を持つべきだということで、中は強引にじゃあどういう大学がいいみたいな言って、はい、最初東大がいい。いい？どう？みたいな、うん、言ったら、いやなんかガリ勉ばっかりちょっとみたいな言ってたので、じゃあ慶応技術大学どう？みたいな、ほら慶応ボーイとかいるんだよみたいな、もう軽いノリでね簡単に言うなよって感じでもうね、まあまあ、なんかえいいじゃんみたいな、でそこで目指すことになったんですねすごいな、なのでもうすごいもう、いいじゃんみたいな、はい、なんかノリな感じでもう最初は始めてたんですけど、まあでもなんかそのやっていくうちにそのまあ、お友達との遊びもしつつ、うん、勉強もその中でやってたりとか、あと夜寝ずにこう勉強してたりとか、まあ、そういう姿を見ていくと、なんていうんでしょう、その努力してるそのさやかちゃんを見てもすごいグッとくると言いますか、何事も ね、 ねこう、うん、努力してるシーンってね、ね、すごい魅力的じゃないですか、まっすぐなその、うん、さやかちゃんのその諦めない気持ち、純粋な気持ちと、そのサポートしているお母さん、もうずっと頑張れみたいな感じでこうサポートしてくれる、で、あのお父さんとちょっとあんまり仲良くなくて、お前はダメだって言っても、いやそんなことはないってこうかばってくれるお母さんのサポート、だからその受かってほしいという応援してくれる友達、なんか結局その友達はあの本当に大学受かりたいんでしょってことで、もう途中でもう遊ぶことをやめるんですよ、はいはい、頑張ってみたいな感じでこう応援してくれる友達とか、こうみんなでね、こうなんかなんとかそうなんとかしていこうということで、さまざまな角度から人の気持ち、うん、さまざまな角度からの人の気持ちを表していて、もう本当になんて言うんでしょう、こう見ているだけで心温まる映画だなっていうのはもうすごく感じましたね。うん、なので、ね、目標を達成するのってね、かっこいいけど、ちょっと半端じゃないじゃないですか。結構大変です。ハードル高いとね、余計にまたこう実現するのがね、はい、努力してね、最初小4のレベルの方だったので、聖徳太鼓だもんね。聖徳太鼓だもんね。小4でも多分聖徳太子読めるかもしれないもんね。聖徳太鼓から入ったんだからすごいな。はい、だったので、なんかそんな子がね、もう、その慶応義塾大学70の変ん70の、うん、偏差値、うんうん、だ40からね、はい、そうそうそう、40から上げなきゃいけないってことですね。そうなんです、そうなんです。でもなんとかね、上げて、実話だっていうのがまたグッとくるよね。そう、また実話なのが、物語だったらいくらでも作れるもんね、はい、それはね。でまたその先生のサポートがもう、うん、いいのすごくいいんですよ。もうなんかテストで最初テストするんですよ、その時に、まあ、0点だったんですね。そしたら、でも偉い、ちゃんとこうやって全部書いてあるじゃんって言って、だって当たるかもしれないからって言って、そういうところがいいんだよみたいな。あー、コーチだね。コーチね。コーチ。コーチですね。本当にそうそうですね。もう、ロッキー行くんだよみたいな、ちょっと。ちょっと個人的にそういうね、またロッキーっていう場合も紹介しようかな。はい、もうぜひぜひ。まあ、とにかくね、あの、コーチですよね。二人三脚でこうね、うん、ダメな、ダメなっていうか、うん、まあ、そういう、そういう意味で、こう、レベルがね、うん、到達できない人がそこまで行くっていうことは、うんうんうん、本当にやり遂げちゃうと、もう感動しかないよね。もう感動しかないです。努力の尊さとか、うん、人の可能性とか、うん、なんかそういう人間のなんか可能性ってすごいなと思って。もう本当にすごいですよね。その目標に向かって、こう、うん、コツ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 していくっていう姿がもう本当に。ということで、はい、こちら、改めまして、はい、ビリギャル、ビリだったっていうの、はい、ビリギャルが、はい、もうちゃんと努力で目標を達成していく、うん、この感動のストーリー、皆さんぜひ、はい、この春に見て、うん、またね、何か新たにチャレンジする時期じゃないですか、はい、ね、その辺に対してまたね、うんうん、一歩踏み出す勇気にもしてもらえるような映画ですよね、うんうんうん、はい、かなりモチベーション上がりますので、皆さんぜひご覧ください。ぜひご覧ください、はい、ということで、まいちゃんのおすすめ映画からこれね、努力をするということの尊さ、うんうん、
で、この4月に何か始める方って言いましたけど、まあ、宣伝にコマーシャル、はい、に入らせていただきますけど、はい、もう映画トラバースはもちろんあれなんですが、この道ありませんかというね、本も常時させていただいています。これ、豊橋の各図書館、豊橋市のね、各図書館にも入れていただいていますし、この東三河地方の小中学校の図書館でも、皆さん、お借り、させていただくことができますので、ぜひ皆さんこの道ありませんか、この春にね、読書の秋じゃなくて読書の春、勝手に何でも、はい、読んでいただいて、道というもののね、素晴らしさというか、日本の伝統文化ってね、深くて皆さんに、ね、有益なものをやっていただくとね、本当にね、有益なんですよ。もうダメージ、そこは力を入れて言わせていただきますけどね、この春に何か始められる一つに武道を選択に入れていただけると嬉しいです。はい。はい、そういうことで、道ありませんかを、道というところにスポットを当てて、武道の空手を、皆さんにお伝えしている、空手の報告会という団体を自分主催させていただいているんですけども、この春にぜひ習い事をね、始めようとか、何か始めようかなっていう方、ぜひですね、武道をその中に入れていただきたいと思います。武道、本当にね、失望させない内容が本当に皆さんに、宿ると信じて、確信して皆さんにお伝えしていますので、ぜひこの春、空手道報告会に見学体験大歓迎ですので、ウェブサイト、ツイッター、インスタグラム、何があったっけ、フェイスブックな、もう、全部、揃っていますので、どこからか検索していただいて、お電話いただくなり、直接道場の方に来ていただいても結構ですので、ぜひ皆さん、この春、武道空手やりませんか。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も映画スペシャル、楽しく、ビジュアル良さそうですね。はい、すごく感動します。うん、もうずっと泣いちゃう、私。もうね、はい、泣きました、やっぱり。泣きました。謝罪の様笑いましたよ。泣き笑いってそうですね。これもでも感動してね。横田もやっぱりこう、これも笑いのようですけど、やっぱりね、一生懸命に、物事に取り組むとかね。はい。まあ、素直な心とかね。そういうことを大事にしたいなというふうに、ご両方見て思いましたね。はい。これで今回は失礼しますけど、次回の予告は、武道。空手偉人列伝です、はい。はい。このまたコーナー楽しみにしていただきたいなと思いますので、富川淳はだって武道空手家ですから、はい、武道の埋もれたね、偉人たちにスポット当てて皆さんご紹介したいと、ぜひ張り切ってまた来週も参りますので、ぜひまたプレバ TV ご覧いただきたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼します。富川淳と、ハジスカマイのトラバース、また来週。